というところでね、プラスティックスでございますけども、皆さん本当は他の商売をやってらっしゃった方が多いそうですけれども、ちなみにどんな仕事をやってらっしゃったんですか皆さん。いやあちらの方が、あこちらのお嬢さんはどういう仕事。スタイリスト。スタイリスト、そうですか。で今スタイリストの方やってないんですか。時々やります。儲かってますかこのバンド。ダメですねまだ。なるほど、それでスタイリストでいろいろ副業という感じでございますが、こちらの方は本職は何ですか。作詞家です。本当はね、島武美さんは作詞家ですよね、歌謡曲の。ロキシの夜ですよね。僕も詩書いていただいたことあるんですけどもね。ありがとうございました。あといろいろ高田瑞恵さんの曲とかいろいろお書きになって。はい、やらせていただいてます。作詞家崩れのバンドマンと言われてるわけですか。そうですか。そしてリードギターの方、はじめちゃんは髪の毛がなんか変化しちゃったんですか。頭。ネオグラム。これ最近流行ってんの。流行らそうかなって思って。流行らそうかな。でもこれ手入れが大変でしょ。そう、割と大変です。なるほどね。プラスティックスにとって非常に、まあこれはテレビという非常に、まあ一般的なメディアでございますので分かりやすく説明しないといけないんですが、プラスティックスにとって音楽とはどういうものですか。楽しむものじゃないですか。非常に健全な答えが返ってまいりましたが、そういうところがまたこのグループの人気の。何よ。健全なこと言わないと、なんか電話がバンバンかかってくるって。ハローちゃんがさっきほら。だからそれ言うな。一応ほらテレビ見てる人はね、シャレの通用しない人もいるから一応真面目に言っといても、本当はどうなの。本当もそう。うん、あんま変わってないね、それじゃね。そうですか。じゃあね、そろそろ曲をいきたいと思うんですけれどもね、なんていう曲を。トップシークレットマン。では聴いていただきましょう。トップシークレットマン、どうぞ。プラスティックスです。プラスティックスね、ファンの皆さんもいっぱい来ておりまして、同じに髪の毛立ててる人もいますけどね。髪の毛立てるのはこれはもう古いんじゃないんですか。そんなことないんですか。いやもう目いっぱい古いですよ。今一番これが古いから一番いいんです。なるほど。一昔前のロンドンブーツに匹敵する古さが、ありますねこれは。なかなか勇気がいることだと僕は思って。僕もそう思いますよ。今日は一つ会場の方に、こういう若者には何でも理解があるという新しいものだと何でも好きだという方がいらっしゃっておりますので、一つ来てみたいと思います。加藤和彦さん、そして安井和美さんのご夫妻がここにいらっしゃいます。カメラはどこかな。あ、ここですね。あちらですから、カメラは。どうも、明けましておめでとうございます。どうも、おめでとうございます。今笑っておりますのは録画だという証拠です。ですね、泣いてる人もいますけれども、どうせ分かってんだからいいんですよ、こんなものはね。今日はこういうものをですね、ご覧になっていただいてるんですけれども、
どうですか、あのニューウェーブという言葉がありますけれどもね、それはあのテレビを見てらっしゃる方に分かりやすく加藤さんなりにこう解釈していただきたいんですが。これは難しいね、定義付けられないもん ね。あのなんだろうな、あんまりそんな難しくもなくて、あんまりこう規制の枠にとらわれない、何でも好きなことやって楽しもうっていう風な音楽なんじゃないの、うん、でもあれでしょ、ちょっと前の音楽とやっぱ変わってるでしょ。どういうとこが一番違いますかね、見てて。あのね、一時ほら、あのなんていうの、いわゆるロックミュージックってさ、主張がなくなっちゃって全部もうなんていうの、規制された中で音楽みんな作ってさ、同じようなパターンでねばっかだったでしょ。そういうのも聞いてるのもつまんないから、もうちょっとなんか自分の主張が少しでもまた戻ってきたんじゃないかな、主張がある音楽っていうのは。それが人と同じことをやらないっていうかさ、まるでオリジナルであって、それがもうテクニックなんかどのように感性 100% でいくみたいなね方向に行くグループもいるし、いろいろいっぱいスタイルはあると思うんですけども。あの安井和美さんから見てですね、最近のこういうグループのファッションってのはいかがですか。あ、前はねなんか無理して個性的であろうとしてたような部分があったけども、今の人たちはもう地についてきたわね、個性的であるのが。それがもうすごい楽しいし、もう素敵だと思うの。なるほど、そうですか。じゃあ最後まで今日はごゆっくり一つ見ててください。どうもありがとうございました。加藤和彦さんと安井和美さんのご夫妻でございます。